はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、コンプレの吉岡でございます。Eチームは具体的な社名まではまだ団体名は出しておりませんけれども、いわゆるデベロッパーさん、それからゼネコンさん、それから、各こういった観光、それからマイスに関係する事業者等で、構成されております。まあ、皆様ご承知の通り、まあ、今回いただいているテーマがマイス文化観光振興を支えるバックヤード拠点というテーマでいただいているんですが、まあ、最後の結論がその館内を観光のゲートウェイにしませんかということが、まあ、今回我々として、まあ、持ってきたところでございます。ご承知の通り、現在、みなとみらい MM で山下の開発があるということで、ちょうどその中間にあるところの館内のこの周辺というものが今回の我々としてはどうしていくべきかというようなところ、つまりマイス観光のバックヤード拠点としてどうするべきかというようなことで、その役割をまずちゃんと明確化していこうじゃないかということでお話をさせていただきました。まず最初に検証したことは、実際みなとみらいというかパシフィコ横浜ですね、というのが国内でも有数のそのマイスの拠点であるということです。で、いわゆる今代表の国際会議が集中するというのは、今この表にある通り、この横軸が、開催件数、それから縦軸が、人数、の平均値のグラフではございますけども、このラインがちょうど平均値になるんですけども、いわゆるこの証言、こちらの方のところが高ければ高いほど、その国際会議が集中しているというようなことになりまして、横浜のこのスタンディングポジションというのは非常に高いところにある、日本で有数のというよりも日本でナンバーワンであると言っても過言ではないというふうに思っております。よく京都とか大阪とかでありますけども、やはり1件あたりの人数としては明らかに小さいんですね。件数としては確かにこちら奈良とか千葉とかって多いんですけども、横浜が大きい、これだけ大きな数字を持っているというのは、パシフィコ横浜という非常に大規模なコンベンションセンターが存在するということが重要なポイントです。で、そもそもパシフィコ横浜をなぜ横浜市さんがその設置をしたのかというのは、これは経済政策として、つまり外部から来た方々に消費を促すというようなことで、いわゆる経済政策、経済装置としての、として設置をしているわけで、そこで生まれる消費、宿泊であるとか飲食であるとか交通機関の利用であるとかという形の、いわゆるシャワー効果というものが一番のこのマイスを開催することの自治体、行政としての経済の戦略であるわけです。そういう意味でも、またちょっとこのパシフィコがいかにすごいかっていうようなことをちょっとここにグラフ化しておりますけども、これは縦軸が総参人数、横軸が開催に、1件当たりの開催の大きさになってますけども、ちょっとこの 幅はあんま別にして、圧倒的にやはりパシフィコがどこよりも一番大きなものということにを証明しております。じゃあ実際にじゃあパシフィコなんでそんなすごいのっていう話になりますと、年間平均稼働率が7割で、特に11、12月になると8割ということになる。 70%、80% と言いますと、1週間、月曜から日曜までやってみますと、ほとんどもう稼働、これ準備が入ってませんので、設営が入ってませんので、ほとんどもう 100% 状態である、飽和状態であるということであります。で、実は25年度の実際の話ですけども、問い合わせ件数が3200件あって、そのうち制約したのが900件、制約というよりも決定できたのが900件、この差が、その差の2300件何かっていうと、もう満杯で申し訳ございませんと言ってお断りしてるんです。それだけ、消費のネタ、また経済的な効果というものを損失しているというのがここの数字でございます。で、このパシフィコ横浜という稼働率が高いということを今ご説明しましたけども、そういうこともあって、今このパシフィコのこの
すぐ横の二重外部に、現在 PFI で、今やろうということで決定をして、多目的ホール、と、ホテルを併設させたものを今計画をしているということでございます。そういうことで実は MM の方ではそういう状況であります。でさらにご承知の通り山下ではハーバーリゾート形成ということでつい今月でしたか公安局の方でも発表されましたけれども、ここの山下ふ頭のところに1体1機2機3機という形で大型の、統合リゾートを作っていこうという計画が出ております。もちろんそれに関連する法案が一部まだ国会で止まっていることはありますけれども、本来の IR であるこのリゾートをハーバー港に隣接した、浸水性親和性の高い、ハーバーリゾートというものを今作ろうとして、つまり先ほどの表にあった通り MM とそれからこの、山下両方が今そういう状況であるということでございます。さあ日本全体で見てもそうなんですね。今これはこれは横浜の、日本人外国人両方合わせた観光客のデータです。これ2011年へこんでるのは10年へこんでるのは震災の影響です。ですからつまり2000万人から今3000万人からさらにもう4000万人近くなろうとしているということが今一つ言えるわけです。つまり普通の観光だけでない、特にコンベンションマイスの方々が今増えているということも事実ですし、さらに今後山下が出てくるとこの数字がもっと上がっていくというのが今の、横浜の置かれた立場であるということです。じゃあそれに対して宿泊の状況はどうだと、受け入れの状況、稼働率はどうかということがこのグラフにありますけども、直近ですけども 87%、90% 近い稼働率なんですね。あれだけ入ってて こんなに高い稼働率であるということはもうこれ山下入ってませんから山下入ったらどうなるんだということになるわけです。そういうような今の現状を踏まえた上で我々としてはこの館内というものをやはり宿泊施設MM それから、山下をカバーできる、さらに今日皆さんご発表いただいているような、いろいろなその集客をするような仕掛けを入ってくる来た時のための宿泊施設を強化するべきじゃないかというようなこと、具体的に言えば今、現庁舎の横にある港町の民間20棟を今市庁舎として市の庁舎として、使われているわけですけども、そこがもう使われなくなるということであればもう再開発してでもこの宿泊を施設を強化すべきではないかという考え方が出ました。それに伴いまして、やはりこの昼夜間昼夜夜間人口を確保する創出していくということによって当然ながらこの館内地区の繁栄というものにつながっていくわけですし、これも今この後具体的なお話をしていきたい。で当然こういったもののためには交通ネットワークをちゃんと形成する必要があるということ、それから先ほど言ったようにコンベンションが増えてますので、コンベンションがから帰ってきた方々がここで泊まってその後アフターコンベンションゾーンとして野毛だとか、伊勢崎であるとかあの辺にさらにもう一回次の波を持ってきたらどうだというような考え、当然それに受け入れるための観光の関連業務の人材育成で実際将来的に出てくる雇用創出ではそれを受け入れるための居住機能というものも必要になっていくということでございます。そういう中で宿泊の状況ですけども、先ほどちょっとパシリコの状況を申し上げましたけども、パシリコに来ている年間480万人という来館者がいるんですが、宿泊されるうちに結構都内の方へ流出してしまっているんですね。横浜でブッキングできないから、予約できないからつってみんな都内に、いやしょうがないから川崎とかあの辺に泊まっている方もいらっしゃいます。で、MM は5スター、4スター級
もありますし、山下に今作ろうとしているのも当然ながらそういうファイブスター級を考えていらっしゃるようですけども、それとは差別したものをこの館内に作っていったらどうかということで、まあ、当然な海外対応という。で、今現在は MM 桜木町、それから館内入れて約1万6000ベッドしかないんですね。まあ、そういう意味でも供給が足りてないということを今ここでご説明をしたいと思います。だから今必要なんですということ。それから昼夜間人口の創出については、館内の駅前、まあ、現庁舎のあの広場、まあ、の駅前の当然ながら交通の整備は後ほどご説明しますけども、拠点としてツーリストインフォメーションというようなもの、まあ、これは浅草の雷門の前に隈研吾さんが設計されて作った浅草文化観光センターですけども、いや多言語対応でやる、日本でもかなりレベルの高い観光 ツーリストインフォメーションですが、そういったもの、それから常設のミュージアムとかシアターを作って、地元 の伝統、港町横浜の伝統的なものであるとか、そういったものをどんどん常時できるようなもの、やはりそれから横浜発祥のものづくりというような、こういうミュージアムであるとかというようなものもぜひとも設置してはどうかという考え方でございます。まあそういったことで、人が昼も夜も集い集客できる街、それが館内、そして館外ではないかと考えているわけです。まあそういったことで、その先ほど MM、 それから山下、そしてこの館内の駅周辺を屋根結ぶ交通ネットワークという意味において、LRT とか BRT というようなものはやっぱり導入すべきであるし、さらに、まあ、ベイバイクとか超モビリだったというのはもうすでに出てますけども、そのためのいわゆる自転車用の専用のレーンを設けるとか、そういうような整備も必要になってくるということでございます。まあ、これはアメリカ のポートランド、全米一番で一番住みたい街、ポートランドは、まあ、もう自動車よりも今自転車優先しているぐらい真ん中に持ってきているというようなことです。そういう意味で回遊性を持たせるということで、歩行者、自転車の動線をしっかりと確保して、昼夜間人口を増やしていこうという考え方でございます。そしてアフターコンベンションでございますけれども、いわゆるそのダウンタウンとしての魅力、日本らしさ、横浜らしさというものを海外の方、それから、県外の方々にもよく分かってもらうためにも、そして今もう一回ちょっと花を咲かせたいなというように思っております。まあそういう意味で観光関連業務の人材育成は当然必要で、先ほどご発表の中にもあったように、こういった教育機関の誘致ということ、それから片一方で、外国人の対応ということも飲食でも商店でも必要ということです。で、まあ、雇用創出で居住機能をちゃんと整備するという意味においては、まあ、公安局の方で4万1000人ほど、再開発で雇用出てくるでしょう、さらに3万人出てくるでしょうということになってくると、彼らの居住権どうするんだって、もちろん駅前のこの高い土地代の高いところにその住居を持ってくるっていうのはなかなかその社宅的なものは難しいかもしれませんけれども、それでもまだ他 のやり方もありましょうし、そういう意味では、今駅周辺は、いろんな規制がかかってて住宅作れないというふうになっておりますけども、そういう規制緩和、先ほどもちょっと話があったと思いますが、規制緩和というものがやっぱり必要になってくるだろうというふうに思います。まあ、そういったことで我々のグループではこのようなことを、館内、観光のゲートウェイ館内というようなものをまとめさせていただきました。以上でございます。